源氏物語源氏物語の登場人物弁の二弁の二とは、源氏物語に登場する架空の人物。弁の君や弁のおもとなどとも呼ばれる。宇治八の家の女房である。八の宮の北の方のいとこであり、母は柏木の乳母である。かつては母と共に柏木に仕えていた。そのために香りの出生の秘密を知っており、 カオルが八の宮のもとを訪れた際そのことを語る。この弁のには、カオルにその出生の秘密を伝えるという、宇治十条の中で非常に重要な役割を果たす人物であるが、カオルの出生の秘密を知ることになった柏木館前後には全く姿を現さず、宇治十条になって、初めて老女として登場する。これを、柏木巻前後が書かれた時にはまだ、 宇治十条の構想はできていなかった理由づけになるのではないかとする考え方もあり、宇治十条における最重要人物の一人である宇治の八宮が、かつて右大臣側の光源氏排斥の格策によって東宮を敗退しにし、この八宮を東宮に建てようという策略があって、その計画失敗により、政界から弾き出されてしまった。という源氏物語における、 作品世界での大きな出来事が、時間軸から見てあるべき巻には全く描かれておらず、ずっと後になって、宇治十条において、初めて明らかにされることともしばしば対比される。弁のには直接には、以下の巻で登場し、本文中ではそれぞれ以下のように表記されている。母が、柏木の乳母であったため、若い頃には、母と共に、柏木に仕えており、 カオルの出生の秘密を知ることとなった。その後結婚して、夫に伴って、畜生に赴いたが、夫は、よからの人と表記されるような夫としては、あまり望ましくない人であった。その夫は、畜生で死去してしまい、その後八の宮の北の方のいとこであるという縁を、頼って、宇治八の宮家の女房となっていた。宇治の八の宮の屋敷を訪ねてきたカオルに、出生の秘密を語り、 柏木の遺品を伝える。カオると宇治の大君きみの間を取り持とうとし、双方の意向を伝える。二大宮をカオると思い込んで、中の君の新女に案内したため、二大宮と中の君が結ばれる。宇治の大君きみの死を機に出家し、妹の中の君が二条院に迎えられた後も宇治に、残り宇治の宮邸の留守を守る。カオルが浮船を三条の小家から宇治に連れ出すのを、手伝う。 カオルが訪ねてきたが顔を出すのを控える。大君を忍ぶカオルの話相手となる。中条の君の話相手となる。ありがとうございます。